はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、格安 SIM の、設定方法、APN 設定方法について説明していきたいと思います。ですね、手順としてはですね、格安 SIM カード、契約したらですね、このような、SIM パッケージが届くかと思います。この中に SIM カードが入ってます。ということで、これパラッと開くとね、この中に、SIM カードが入ってるわけです。これをですね、こちらのスマートフォンの中に入れてですね、で、こちらのね、APN 設定、これをやっていくということですね。難しいようなんですけど、実はね、やってみると意外と簡単でね、これ慣れたら小学生でもできるんじゃないかなというレベルのものなのでね、ぜひね、トライしてみていただければと思います。はい。やり方としてはですね、まず SIM カードスロットを出していきます。スマートフォンの横にね、このようなちっこい穴があるので、この SIM ピンっていうのを挿してね、パカッと SIM カードスロットを出していくわけですね。すでにね、キャリアに契約している方は、キャリアで使ってた SIM カードが残っているかと思いますが、そちらはね、取り外していただいて、この新しい SIM カードと入れ替えていくわけでございます。はい。でね、SIM カードの入れ方はね、大まかにこちらの方法もあれば、このバックカバーを取り替えてね、外してですね、その中に、SIM カードスロットがあるタイプもあります。こちらの場合だとね、ここに SIM カードスロットがありますので、一旦バッテリーをね、取り外して、ここにね、このイラストの向きと合わせて SIM カードを入れていきます。ちなみにね、SIM1 と SIM2 があるんですけれどもね、どちらにしても。基本的にはね、SIM1 の方にセットしていただければと思います。このスマホもそうなんですけど、たまにですね、古いスマホだとね、SIM カードスロット両方とも LTE に対応してなくて、片方はね、2G しか対応してなくて、日本国内で使えないというのもありますのでね、必ず1番の方に入れていただければね、確実かと思います。はい。ということで、じゃあこれね、実際に SIM カード、台紙からね、取り外して、使っていきたいと思います。外し方はね、ここのプラスチックのところをパチンパチンと折れば、簡単にですね、SIM カードを取ることができます。で、この SIM カードをね、スロットのところに入れていきますね。これどっちだ一番。こっちかな。こっちが一番かなと思いますので、こうやってね、一番の SIM カードのスロットに SIM をセットして入れていきますよと。はい、OK でございます。で、電源を入れましてですね。次に何をするかというとですね、この設定っていうアイコン、アプリですね。これをタップしますと。そうするとですね、この中にですね、モバイルネットワークという項目がありますので、こちらをタップします。で、次にね、アクセスポイント名っていうのがありますので、こちらをタップ。するとですね、もう最近のスマートフォンだと実はですね、デフォルトで初期設定初めからね、入ってるやつがあるんですよ。これずらっと書いてますけど、これね、格安 SIM カードの会社です。でフリーテルとか、ビビエクサイトとか、ビッグローブとか、あとは有名どころからマイナーなところまでね、DTM、ハイフォー、IIJ ミオね、これメジャーどころもありますけど、ドコモ、モペラっていうのは、これキャリアですね。キャリアも入っちゃってるっていうね。ソネットもあれば、ポインティとかね、結構マイナーなところもあります。OCN、メジャーどころ押さえてますね。ワンダーリング、ここなかなか良かったですよ。ね。でも、今回契約した楽天モバイル。はい。こちらもね、もう入ってんですよ。これ結構新しいサービスだと思うんだけどね。もう入っておりました。で、この場合はですね、これをね、もうタップした瞬間にね、設定完了でございます。はい。なんだけど、今回はね、APN 設定の基本を押さえるということでね、基本的なやり方を説明しています。あと、これね、デフォルト設定で初期設定がね、入ってないものもね、多いのでね、やっぱり基本的なね、手順から説明していきたいと思います。APN の設定方法としてしましてはですね、右上の方にね、この3つの点とプラスってありますけどね、このプラスを
タップしましてですね、そうするとね、アクセスポイントの編集というところが出てきます。ここでね、入れていくわけでございます。はい。でね、入れ方としてはですね、まあ、基本的には5つでございます。5つ。ね、5つ入れていきます。1つは名前です。名前。これ名前はね、実は結構適当でも問題ありません。問題ないんだけど、わかりやすくするために、まあ、まあ、この楽天モバイルっていうね、SIM カードのサービス名を入れていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ここでね、楽天モバイルね、入れて OK と。はい、お名前入れました。で、次に行くのかね。これ以降が重要です。これね、これ以降重要。一言一句、間違えないようにしてくださいね。基本的にはですね、こういうアルファベットは、小文字で入力していきますね、すべて。ポイントは4つです。APN、ユーザー名、パスワード。この3つをまず入力してですね、最後は、認証方法っていうのを選択します。選択。はい。これはね、文字を1文字ずつ選ぶに入れるテクじゃなくて、確かね、4つぐらいあるんだけどね、それをね、1個選んでタップするということになりますね。じゃあ、順番にやっていきましょう。はい。まずは APN ね。一番最初の APN。ここの APN タップしますと、入れていくことができます。はい。で、ここに書いてますね。rmopile.co と入れていきますね。pqrmmno と。それから、モバイルね。bile.co。とCO ね、これ入れたら間違いないかチェックしてね、はい、OK とタップします。で、次はユーザー名を入れていきますね。これね、スマホとね、時々名前がちょっと微妙に違うところがあるので、まあ大体近いやつをね、入れてってください。これは RM ですね。 PQRM と。ね。RM。OK と。で、次は、パスワード。ね。ここにパスワードってありますから、これタップする。ね。これ数字ですね。0000。ね。04つ入れたら、OK と。はい。で、次にね、認証方法なんですけどね、ここスワイプしていくとね。こちらのスマホの場合は認証タイプと書いてあります。これをタップするとですね、ほら、この選択画面ね、4つ出てきますけどもね。認証方法は PAP または CHAP ってなってますね。この一番下ね、これタップします。はい。これで、一応すべて入力が終わりになっております。で、最後にどうするかというとですね、ここの三角の点、はい。これをタップしてね、保存を押します。これで、入力は、終了でございますね。はい。で、ここに、まあ、これは同じやつが3つも入っちゃったけどね。この楽天モバイルを選択します。ポチッとな。はい。そうしますとね、しばらくするとね、アンテナピクトが立ってくると思います。はい。で、SIM カードをセットしてね、数秒待ってみました。すると、こうなります。よいよいよいよ、ちょっとアップします。ピュッ。ね。ほら、こうやって 4G ってね、字が書いて、まあ、アンテナピクトも立ってます。これでね、正常に動いたという、通信がされているということですね。はい。でね、まあ、今回の場合、すぐにね、4G、LTE 使いましたけど、大抵の場合ね、最初ね、3G しか使わないことが多いんですよ。その場合はですね、電源を長押ししていただいてですね、再起動をかけると、次からね、LTE をつかむことができます。はい。でね、まあその他にも、まあちょっと注意点としましては、
このね、SIM カードの設定値は必ずですね、ピュッ、あ、間違えた、こっちじゃない。下から、この場合は Android 6.0 なんで、下スワイプだった。はい。必ず Wi-Fi は切ってください。これ今切った状態ですね。Wi-Fi がつながってるとね、データ通信できてるかどうかって確認が取れないので、必ずね、Wi-Fi は切ってから設定してくださいね。その他ですね、ポイントとしてはですね、まあ、これちょっと、まあ、根本的な話になりますけどね、SIM カードサイズがね、いろいろあります。これ契約時ご注意くださいね。自分の持ってるスマートフォンが、SIM カードサイズがどうなってるかっていうのを事前に調べておいてください。一応ですね、SIM カードのサイズは3種類ございまして、はい、ですね、まあ、ちょっと待ってくださいね。まずは、こう、一番でっかい。最近少ないですけどね。まあ、標準 SIM。そしてですね、次はね、中間のサイズになります。これ結構多いんですけどね。これちょっといろいろわかりにくいか。待って、ここでこっちしましょうかね。はい、ピンク色の SIM にしよう。はい。次がね、マイクロ SIM。そして一番ちっちゃい、マイクロ、あ、ナノ SIM か。はい。標準 SIM、マイクロ SIM、ナノ SIM。ね、これ3種類の大きさがありますので、自分のね、スマートフォンが、どのね、カードサイズなのかというのを事前に調べてから、契約するように気をつけてください。ただね、裏技としまして、実はこういうこともできるんですよ。ちっちゃいね、SIM カードの場合は、このように市販にね、SIM カードアダプターっていうのがあるんですよ。こういうのをね、挿して、SIM カードサイズをね、変えることができます。はい。実はね、このね、SIM カードサイズ、いろいろ違うんですけど、皆さんよくご覧になってください。気づくことないですか？実はね、IC チップの大きさはね、どのカードサイズでも同じなんですよ。はい。なので、こういうね、アダプターを活用することで、まあ、違う、まあ、種類にも対応することができる。わかんないときはね、ナノ SIM カードを買っといて、後からね、Amazon とかでね、カードアダプターを購入されると良いと思います。はい。まあ、そうですね。じゃあ、カードアダプターのリンクでもね、動画の説明欄の方に貼っておきますのでね、よろしければ確認しておいてください。はい。その他にですね、SIM カードを契約するときはですね、結構ね、Amazon とかで、SIM パッケージを契約されると安く契約することができたりするんですよ。基本的にね、事務手数料として3240円かかります。初期費用としてね。はい。まあ、キャリア契約してる人にとってね、3000円ぐらい払うのなんかね、安いなと思うんだけど、まあ、SIM カードは根本的に激安、月額料金が安いのでね、この微妙な3000円っていうのもね、まあ、なるべく節約したいという時はね、Amazon なんかで、まあ、SIM パッケージ各社出てますから、そちらを利用するとね、まあ、500円とか、まあ、それぐらいの金額で契約することができますのでね、まあ、自分の契約したい通信会社さん、ね、ちょっとしたら新パッケージないかチェックしてみてはいかがでしょうか。はい。こんな感じですね。まあ、キャリアでね、契約されてると、やっぱね、キャリアの方ではね、なかなかこの APN 設定なんかね、教えてくれないんですよ。はい。まあ、教えてくれる優しい店員さんもね、いらっしゃるかもしれませんけどね、やっぱりこの、日本のね、通信会社っていうのはね、スマートフォンと SIM カードをセットにパッケージしてね、こうまとめてこのブラックボックス化して売るというのがね、これまでの流れでした。でもね、これね、海外とかだと、スマートフォンはスマートフォンで買ってきて、それからね、SIM カードは SIM カードで自分で買ってきて、まあ自分で設定して使うというのがね、もう主流なんですよ。これがもう当たり前。はい、日本だけがね、まあ特殊だと思っていただいてもね、過言ではございません。まあ、日本だけってことはないけど、まあ、他の国もあるかもしれないけどもね、まあ、スマートフォンを使って通信をするとのはね、そういうものなんだと、ね、これから考え方をね、変えていただければというふうにね、思います。はい。というような感じでございます。まあ、こんな感じでね、格安 SIM のね、APN 設定、まあ、意外にね、まあ、簡単にできますのでね、皆さん、臆することなくね、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もうこれで、ね、通信費、これまでね、7000円とか8000円とか、まあ、かかったのがね、
まあ、1000円ちょっとぐらいでね、できるようになりますので、かなりの節約になるんじゃないかなと思います。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。この動画がね、何かの参考になれば幸いでございます。